様ごきげんよう、ここ大野でございます。はい、今回はですね、ホットウィールのねベンツのご紹介をどんどんしていきましたんで、ここで真打ち、はい、マジョレットのプライムモデルの、ベンツの 190E、 はい、こちらのご紹介しようと思います。こちらもね、グリーンのこのホットウィールのね新製品でこの間紹介したこちらと同じ車種なんですよね、全く。はい、ですからこちらとね見比べてみようと思います。はい、後半ね、後半かな、いや、あ、別動画の方がいいかな。とりあえず今日はねこちらの、この子がねメインなんで、こちらをご紹介しようと思います。まずはね、外箱、外箱ね、マジョレットの場合はちっちゃいんで、ちょっと比較しましょうか。これぐらいの大きさの違いがあります。はい、もうちょうどねこの半分ぐらいで、切り取ったような形になりますね。ホットウィールさんのね、プライムモデルの半分ぐらいです。普通の通常版だともうちょっとちっちゃいんで、まあこれよりはちょっと大きい感じですよね。はい、ということで、全体を見てもらいましょう。ちょっと2倍にしましょう。2倍にドン。はい、マジョレットはねちっちゃいんでこういう形で全部、2倍にしても収まりますね。はい、こんな感じです。表がね、で裏が、こちらのような感じになってます。で食玩ですね、あのおもちゃ売り場に売ってるんではなくてスーパーの駄菓子コーナーに売っております。はい、ですから遅いところだったら今頃ちょうど店頭に並び出すかもしれませんね。というのは、食玩っていうのは売り場にまだ在庫が残ってる、前のモデルが残ってる場合は次のモデルがね入ってこないという、あの食品のね、あのもう売り切れにならないと次のが入ってこないっていう性質のね、商品になりますので、そこら辺は気をつけた方がいいですよね。いついつ発売って言ってもネットではですね、シリーズ全部入りのやつが買えるんですけど、売り場で買うとなるとどうしてもタイムラグがね、今言ったようにその売り場に残ってると、前のモデルが残ってると入れ替わりませんからね、商品がね。そこら辺は皆さん気をつけてください。はい、で今回はね 1,2,3,4,5 種類ね、そのうちの、ルノーと、ルノー2つはもう紹介してますね。アルピーヌ、これ色がねちょっともうちょっと、ブルーとかね、渋めの色だったらかっこよかったです。でルノー5ターボはこれもう間違いなくかっこいいです。でジャガーも購入してますし、こんな中で大野がコルベットだけがねちょっと売り場で見た時、全部買えたんですけど、売り場で見た時ねなんかこれいまいちだったんで、この 1,2,3,4 買ってます。で今回こちらですね、ベンツの 190E2.516 ですね、こちらです。はい、もう箱のね外から見る限りでも、もうめちゃくちゃかっこいいですね。はい、ということで開けていきましょう。1倍に戻します。1倍にドン。はい、でこちらでね、まあいつも本当にねうざいように紹介するんですけど、大野の場合は、表をこういう風にはカットしませんね、このビニールのところ、ビニールじゃない、ブリスターのところはカットしません。で裏を、この字にカットしていきます。はい、ここの場合ここがねちょっといや切れちゃうから、ちょっと残念じゃ残念なんですが、まあ大野今回ね、ベンツはね売り場に2個あったんで、もう他のは1台ずつしか買ってないんですけどね、ベンツは2個買ってるんですよ。これか、ベンツ大好きですからね、もうこれ2台買ってますからね、1台の箱がまあね、ちょっと悪くなっても大丈夫です。で刃はねそんなに出さなくていいです、ちょっと出せばいいです。でここのギリギリからカットし始めます。よいしょ、ここぐらいかな、ここぐらいだな、もうちょっと中でもいいかな、よいしょ。で一番下までギュッといって、刃がねここに当たって止まります。で止まったところから抜いて、でここがねちょうどここになりますんで、ほんのちょっとだけ中に入れてやればいいです。でここからあらよいしょ、下までカットします。ここで当たって止まります。はい、でこれちょっと途中から始めたんで、ここの下までグッといって、ここでね今止まってる状態です。はい、でここから抜いてやって、ここから下によし、ここまで来たね。あ、まだか。よいしょ。お、
ギリギリすぎたらちょっとブリスターに当たってますね、ずっと。あ、ここで終わりましたね。で、これで今ここがね、この字にカットできてるんです。はい、ここちょっとなんか、あ、なってますね。はい、でこれがね、この字にカットできましたね。はい、ここがこの字にカットできました。ということで、この状態で一番下の部分をぐいぐいぐい、あら硬いね、ぐいとやります。でそうするとね、ここがドアのように開閉できますね。で摩擦があるんで、こうやって閉めるとね、まずグラグラしないし出てこないです。はい、いくら振ってもね、ここをね開けちゃうとね、こう振ったりするともちろんグラグラするし、オーノはねここ引っ掛けて、壁に飾ってますので、あのエアコンのあの熱風とかが切るとね、ここがビニョーンって変形してくるんですよ、ここをカットした場合はね。けどこちらの場合だとね、紙の摩擦でここがしっかり止まってますんで、もう開くことがないですしね、安全です。はい、でこうやってもうね、ここ開けるから横にスッとこう出てくるんですよ。でまた閉める。でこれで、ね、いいところはもう一個はね、こう開けてるんですけど、開けた感じがね、こうよーく見ないとわかんないんですよね。これがオーノ開けの必殺技、いいところなんですよ。ぜひね、あ、いいなと思った方は試してみてくださいね。ちょっとは開けるのに、あの反対側から開けますからね、コツがいるかもしれませんけど、まあ慣れると楽ちんです。はい、酔っ払って開けようとすると失敗する時があるんですけどね。はい、ということで、あ、かっちょええな、2倍にしましょう。2倍にドン。おお、さすがに黒は渋いな、渋い渋いな、これは渋い。あ、ここか、結構なんか当たってあれしてるな、こう擦れてるな。うわー、カメラに当たってますね。あ、いいな、いいな、いいな。あ、でね、マジョレットのいいところはここがね、あの目ん玉がガラスじゃなくて、あの透明パーツなんですよ。うん、あ、だからただね、これ黒ベースだから、せっかくの透明パーツの良さが生きてないのは生きてないかな、今回ちょっとね。あの他の赤とかそういうのだったらね、まだ透明が分かりやすいんですけど、うわ、けどここのほら、シャーシの下の部分から来たここにね、なんつうの、エアーのあれとか、この辺のこう造形美というか、こうなんつうの、素材の違いでね、このところを表現してるのはすごいいいですね。かっこいい。ちゃんとドアミラーもあるね。あ、いいね、いいね。あ、でも後ろが素晴らしい。あ、これもね、ここ一点止めでしょ。ということはここの裏がないということは、ここにあの、分かりますかね、あの最初にグイッとここのね、ナンバープレートの部分にグイッと差し込んでカチャンって止めてるんですよ、これ。わかりますかね、言ってること。だから、すごいすごい。ここがちょうど、あの、素材の違いでね、立体感がめちゃくちゃある状態になってますんで、温度的には、この後ろは100点満点ですね。ああ、すごいな。で、ウィングは上の、ボディのね、亜鉛合金で一体型でできてます。グラグラもしません。大丈夫です。はい。すごいいい感じですね。いいなぁ。これけどどうなんだろう。まあ、このテカ感っていうかね、もうミニカーみんなそうなんですけどね、もうちょいテカリがない方が実写感はあるのかなという気はするんですよね、最近ね。もう超テカテカなんですよね。シルバーとかだったらテカテカでもね、あのメタリックのシルバーとかだったらいいんですけどね。で、ホイールは、まあ、メッキ表現ですね。抜けてないのかな。あ、けどあの結構凝ってますよ、割と凝ってるって言ったら変なんだけど、いい感じじゃないです。はい、で後ろ見てみましょうか。はい、マジョレットですね。はい、メイドインタイランド59分の1。お、ほんのちょっと大きいんだ。へえ、ジャーマニー。これいつの型とかいうのは書かれてないよね。でメルセデスベンツ 190E 2.5 リッター16バルブなのかな、エボリューション2。はい、
でね、日本ではベンツベンツって、あ、まあ柳瀬がね広めたからベンツベンツになってるんですけど、海外ではメルセデスっていうのがもうほぼどの国もねメルセデスって言った方が分かりやすいらしいです。でタイヤはゴムとかではないです。はい、一体形成じゃないけどね、ゴムではないです。これっていつも思うんですけどね、すっごいカチカチによくできてるんですけど、このね、メッキパーツはどうやってくっつけてんのかな、カポンってくっつけてるだけなのかな、ちょっとこういつも疑問に思うんですけど、ゴムのタイヤじゃないけど、あ、なんだこれ、今窓ガラスが開いてるって今言おうと思ったら、窓ガラスは開いてるのは両方が開くんですよ。これやってくれましたね、やっぱり。あ、これはね、やっぱりさすがね、マジョレットのお高いシリーズ、このね、プライムモデル、いやプライムモデルじゃなくてもね、多分もうこの金型は一緒だから、あー、もうドアが開くだけで200点満点になっちゃいましたね。これはいい。もうね、まあフロントのね顔つきはもうほとんどホットウィルと変わんないんですけど、透明パーツでね、作られてるっていうのと、後ろの造形美のねカラーリングがまあわざとらしいっちゃわざとらしいんですけど、すごくね配色もよくできてる。うわー、しかもね、うわー、もういいなこれ。で今言ったようにこう扉をね開けやすくするために、両側の窓ガラスは開いてる状態の表現になってますね。はい、透明パーツはついておりません。あー、もういいいいいい、もうほんと190いいっていうぐらい、いやいや、そんなギャグじゃいらんやろっていうぐらいのね、190いいはいいっていう、もうほんとのね190いい。はあ、どなたかもね、コメントいただいてましたけど、190いいのところ、いいものはいいね。こういうこうパッと見てね、もう誰もがね、もう遠くからこう来た時に、あ、これ190E が来た、ベンツが来たってこう分かるようなデザインをベンツさんにも原点復帰的にね、望もうのでございます。そうしないとね、信号待ちしてても何しててもね、街で走っててもあの大きいね、あの三ツ矢サイダーのマート見て初めて、なんだベンツだったのかって思っちゃいますよ、最近の車種はね。もうそれじゃあベンツいかんだろう、アイデンティティがないだろうと思うのは怒り気味でございます。ということで、ドアが開く、ね、開閉、今日も開閉っていうぐらいのね、もう素晴らしいマジョレットさんの 190E のご紹介でした。いかがだったでしょうか。ご視聴ありがとうございます。わー、もうすごい出てるね、かっこいい。ということで、ごきげんよう。高尾のチャンネル。